セド川、先ほどの準優11レースは1号艇の白渦が逃げて快勝。今日は逃げ決着が7本と優勢な1日となりました。シリーズ5日目の戦いは第12レース準優勝戦です。対戦メンバーです。1号艇大阪岡田範幸、2号艇佐賀武富智明、3号艇東京渡辺豊、4号艇東京宇場義経、5号艇大阪原田秀也、6号艇福井高倉浩太、以上の6選手です。陰線1号艇岡田範幸、今日の前半戦もイン逃げでシリーズ5勝目が上がっています。17号機で伸び足を中心にパワーは強力。2コース2号艇武富智明、こちらも気力は上位の一角です。3コースに3号艇渡辺豊、船を引いて4コース角1、4号艇宇場義経、トップスタート連発しています。ここもスリットから仕掛けていきますか。5コース5号艇の原田秀也、前半戦はまくり差して追走の2着に入りました。6コース6号艇の高倉浩太と決まります。第12レース2つ目の準優勝戦です。進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしていきました。4コース角1から4号艇の馬、ここもトップスタートを切っています。レースは1周1マークです。逃げる1号艇の岡田をまくっていった3号艇の渡辺、内側から4号艇の馬、5号艇の原田でバックストレッチへと抜け出しています。先頭は押し切った1号艇の岡田、さかなクン2番手、3号艇の渡辺、2点進行方、3番手が4号艇の馬、その後ろ5番、6番、2番と追走。スタートは前提正常です。2マークトップで1号艇の岡田が旋回、2番手は3号艇の渡辺、3番手4号艇の馬でホームへ取り返しています。上位の体型は1番、3番、4番です。先頭2番手の定冠は2点進、2、3番手の定冠は4点進ほど離れています。その後ろ2点進後方、4番手が5号艇の原田で2周の1マーク、トップで1号艇の岡田が旋回、2番手3号艇の渡辺、3番手4号艇の馬でバックストレッチです。体型変わらず1番、3番、4番、2点進行方に5号艇の原田、離されて6号艇の高倉、2号艇の武富と追走しています。2周の2マークをトップで1号艇の岡田が人気に応えて旋回、2番手3号艇の渡辺、3番手4号艇の上でホームへ取り返しています。上位の3選手抜け出しています。体型ばらけていまして1番、3番、4番で大時計前を通過しまして、レースは最終周回に入っています。インカラを仕切りました1号艇の岡田範幸、3周1マークの旋回から最後のバックストレッチへと軽快に抜け出しています。これでシリーズ6勝目となりそうです。明日の優勝戦もポールポジションとなりそう。単独2番手は3号艇の渡辺豊、3番手が4号艇の宇場義経です。体勢変わらず1、3、4で最終コーナーです。トップで1号艇の岡田がクリア、2番手3号艇渡辺、3番手4号艇上でホームへ取り返していまして、1番、3番、4番でまもなくゴールです。先頭1番の岡田合輪、3番渡辺合輪、4番上合輪、5番の原田合輪、6番高倉合輪、2番竹富合輪です。以上、第12レース準優勝戦でした。